ケルコゾアは、市場加速で捕食するアメーバ様生物及び、ベン虫ウムシなどからなる、原生生物の一群である。市場加速は、細胞表面の一部分に限られていることもあるが、他の多くの原生動物に見られる真の細胞口は、存在しない。ケルコゾアの生物は多様な形態をしており、その一体性は、分子系統解析によって強く支持されているにも、かかわらず、 ケルコゾアという分類群を過不足なく定義できる形態形質は見つかっていない。ケルコゾアで最もよく知られているのは、ユーグリファ類という形質の臨片からなるからと、史上加速を持つアメーバ様生物であり、これは土壌や不栄養の水や水生植物の上に普通に見出せる。汚水処理施設における活性をイ微生物として注目されており、 お水生物系列ではベータ中腐水生種として扱われている。よく似たものにテクタフィロソット類やグローミアなどのように有機的な殻を作るものがあり、以前は遊具にファルと合わせて遊郭史状ネアシムシとして分類していた。現在では遊郭史状ネアシムシを構成する分類群は探偵当群ではないと考えられているが、そのほとんどはケルコゾアがその近くに置かれている。 もう一つの重要なグループがクロララクニオンモで、これは猛状の軍隊を作る奇妙なアメーバ様生物である。この生物が際立っているのは、接触した緑層に由来した二次強制葉緑体が存在していることである。葉緑体は良いの幕で区切られており、ヌクレオモルフと呼ばれる緑層の核の痕跡が残っている。従ってクロララクニオンモは、 細胞内共生起源の細胞小器官を調べている研究者たちにとって非常に興味深い。さらにビンカムリポリヌラクロマトフェラという葉緑体を持つ生物がある。これはユーグリファ類であるがシアネレと呼ばれるソーセージに似た形の葉緑体を持っていてシアノバクテリアが直接細胞内共生したものである。このシアネレはアーケプラスチダの葉緑体とは無関係であり。 一時強制による光合成能の獲得が複数回起きた例として注目されている。その他の有名なものとして土壌によく見られる、ウム虫のケルコモナス類がある。また伝統的に太陽虫としてまとめられていた生物のうち、遊郭太陽虫類、ディモルファ類、ギムノスファイラ類がケルコゾアに属する。かつて放散中に含まれていた、ファエオダリア類もケルコゾアに属する生物群である。 計算室のうち骨格を持つアメーバ様生物であるエブリア類も分類上の右与曲折を経た末、ケルコゾワへの帰属が示された。ケルコゾワは門として扱われることが多い。複雑な殻を持ったアメーバ様生物である有効虫及びホウサンチ酸虫と近縁で、これらと合わせてリザリアという上位群をなすが、 リザリアの正確な構成生物と類縁性については未だ検討中の段階である。ケルコゾアの主要な分類群をキャバリエ、スミス・アンド・チャオに準拠して一家に示す。ファイラム・サー・アキゾア・ケルコゾアもんこれ以外にケルコゾアへの所属が確定的でないグループがいくつかある。以上は、系統樹によっては有効虫に禁煙な位置を占める。これはご同定した材料に基づいていて、 アメーボゾアに所属させるという意見がある。A デシリットルへールの体系との比較を示す。ありがとうございます。